マンション経営に農産物販売、勤務中の不動産取引。兵庫県宝塚市は昨年末、職員が闇服用をしていたなどとして3人の懲戒処分を相次いで発表した。地方公務員法で公務員の服用は禁じられているが、職員らは、認識不足だった。投資だった、などと釈明している。同市の給与は平成24年、総務省が公表した政令指定都市を除く全国市町村の実態調査で全国トップ。そんな高給をもらいながら、職員らは闇服用で何千万円もの収入を得ていた。服用で複数の会社経営、年商8000万円。昨年12月、無断で農産物販売組合の代表を務め、別の水道工事会社を実質経営していたなどとして東消防署の男性消防司令46が懲戒免職処分となった。市によると、消防司令は平成19年、親族ら18人で、自身らが栽培した野菜などを販売する組合、北神戸農家集荷連合事業体を神戸市に設立。組合長に就任し、栽培した農産物やイノシシ肉、加工品を飲食店に販売したほか、インターネット販売も行っていたという。また23年5月には大手スーパーマーケットと契約し取引を開始した。昨年5月、農林水産省近畿農政局による調査で、販売していた人参、ジャガイモなどを、神戸産、と偽ったり、団体以外の農家から買い取った生椎茸の包装袋に父親の顔写真を貼り付けるなどして販売していたことが初悟る。スーパーとは6月に契約解除となったが、その間に約8000万円を売り上げていたという。消防司令は他にも、給水装置工事主任技術者の国家資格を取得。12年には、妻を代表取締役とする水道工事を請け負う会社を立ち上げ、主任技術者を務めながら、実質経営をしていた。元愛人の暴露で発覚。一連の服用は昨年5月、消防司令の元交際相手の女性から市への情報提供で判明した。市によると、消防司令は24年10月に神戸市内で開かれた、マチコン、で知り合った30代の女性と交際。住所、年齢、職業など嘘で塗り固めた経歴を示した上で、前妻とは死別し、現在は独身、などと話したという。結婚話を持ちかけるなどして交際を続けたが、その後、嘘がバレて破局。女性から昨年9月、神戸地裁伊丹支部に慰謝料など330万円を求める損害賠償請求訴訟を起こされている。市の調査に対し、消防司令はいずれも兼用を否定。農産物販売組合団体については、団体は農協のような生産者の集まりで名前を貸しただけ、と説明。表示偽装については認識不足だった、とし。水道工事会社については、自分は関わっていない、と話しているという。後輩に闇服用伝授の職員も。宝塚市では昨年11月にも、服用で不動産会社や太陽光発電事業会社を設立し、代表取締役に就任して年間約7000万円の収入を得ていたなどとして、関西課の男性副課長、51。が懲戒処分、同日付で依願退職、を受けた。また副課長は勤務時間中に公用パソコンを使い、知人女性3人らと少なくとも1万5000通の使用メールをやり取りしていたほか、競売物件サイトを閲覧したり、銀行のサイトで所有物件の入金状況を確認したりしていた。その後、この副課長から不動産経営のノウハウを学んで不動産会社の役員となり、年間1530万円の賃料収入を得ていた政策推進課の男性係長、46も停職6ヶ月の懲戒処分を受けた。市の調査に対し、副課長は、不動産業に興味を持って始めた。株の売買と同じで問題ないと思った。
係長は、投資という認識だった、とそれぞれ釈明したという。市長ら言及、職員の行動基準作成へ。職員による相次ぐ闇服用の発覚を受けて、中川智子市長と山下実副市長は自身の給料を1ヶ月間 10% 減額するともに、職員の服務規律確保に取り組むための対策委員会を立ち上げた。委員会は副市長を委員長とする士官部ら7人で構成。今年度中に職員の行動基準を作成し、職員の意識改革に努めていく、としている。総務省が平成24年4月に公表した政令指定都市を除く全国市町村の給与実態調査で、宝塚市は基本給に扶養手当や地域手当などを加えた月額平均給与が442,845円で全国トップ。恵まれた給与体系であるのになぜ、闇服用に走るのか。市は、服用に走った職員らは、最初は興味本位で始めたようだが、次第に金儲けの楽しさを知り、のめり込んでいったようだ。いずれも個人的な資質の問題だ、と説明する。しかし今回の相次ぐ不条死発覚で、市には市民の厳しい目が向けられている。ましてや全国一の高給とあれば、職員一人一人がより厳格なモラルを持たなければ納得されないだろう。